キャスタウェイ K は、ディズニークルーズラインが立ち寄る、ウォルトディズニーカンパニー所有のプライベートアイランドである。北緯26度05分整形77度32分、北緯26.083度整形77.533度、26.083-77.533バハマ諸島にある。一般人が、キャスタウェイ K に渡るには、ディズニークルーズに参加するしかない。 また、ディズニークルーズの出港地はアメリカ合衆国である。キャスタウェイ K はバハマ諸島であるが、入国審査、税関、I-94 の返却、記入等はない。ディズニークルーズラインのクルーがルームキーで下船、乗船の管理をすべて行っている。また、島内の飲食はすべてクルーズの代金に含まれている。帰港の際には空港と同様の税関手続きが行われる。 1996年にゴルダ海をウォルトディズニーカンパニーが購入し、改名した。キャスタウェイ K の名前のルーツは、ミッキーマウスの短編アニメーション映画、ミッキーの無人投票流と言われている。ありがとうございます。